刑務所5町の弟後藤勇樹がかかる署内にいじめ、お塩も決め、お塩幕も決め、蔓延する刑務所内いじめを5町の弟後藤勇樹がかかる、2013年0月28日、お塩幕も決め、蔓延する刑務所内いじめを5町の弟後藤勇樹がかかる、最近発売の一部女性週刊誌にお塩幕受刑者の手記が寄せられているが、刑務所内の状況からや、独房内はかなり不衛生で悪臭もあり、害虫も発生しているという、その上、刑務所内で最も体力が必要とされている工場に配属され、1日のカロリーが全く足りていない状態だというのだが、プライドの高いお塩にとっては屈辱的な生活だろうが、実情はその出費以上に悲惨なのかもしれない。2007年に同性強盗の罪を犯し、昨年10月まで服役。今年4月24日に受験、残念、ごまきの弟と呼ばれて、かっこ、ミリオン出版を出版し、今、話題の人となっているのといい、ジャンプの後藤勇気、かっこ、26に刑務所事情を尋ねてみた。黒丸有名人だと特に標的にされやすい。刑務所の手紙は施設のチェックを受けるので、本当にひどい内容は書けないんですよ。例えばいじめのこととかですよね。刑務所内はいじめが蔓延しています。自分もそうでしたけど、特に有名人だと目をつけられやすいんですよ。実際、どういういじめを受けたのか。刑務所の中では先輩の言うことが絶対なんです。まず、軽いいじめだと、下げ上げですね。ご飯は刑務所内の数少ない楽しみなんですけど、下っ端だと、おかずとか先輩に取られるんですよ。お塩の場合、独居房で暮らしているので朝食と夕食は問題ないだろうが、昼食は工場のメンバーと一緒に食べているはずだ。カロリー不足は下げ上げの影響しているのだろうか。では、重いいじめだと、どういうものがあるのか。自分の場合、無理やり気持ち悪い虫を食わされたり、飯の上に精子を振りかけられ、それを食えって言われたこともありますよ。暴力も日常茶飯事でした。でも一番答えたのは、言葉の暴力ですよ。使えねえな、クズとか一日中言われ続けると、精神的に病んじゃいますね。それはひどい。なお、先輩だけではなく、刑務官も嫌がらせをしてくるという、黒丸受刑者だけでなく刑務官の嫌がらせも、もちろん、いい先生もいらっしゃったんですけど、中には、二日酔いで機嫌が悪い時受刑者に八つ当たりしてくる人もいましたね。うち総工場で働いていた時は、体が汚れるから作業後に全体しなきゃいけなかったんですけど、その際、本当ならお湯を使えるところにも行けたのに、先生がそこに行くのが面倒くさいという理由から、真冬の寒い中、真水で体を洗わされたりもしました。あと、自分は閉所恐怖症の傾向があったんですけど、まだ特許に入れられたこともありましたね。その他、刑務所では有名人ならではの苦労が多々あったという、興味ある方は後藤勇気の自助でもご覧いただきたい。お塩がこうした虐待や嫌がらせを受けているかどうかはわからないが、後藤勇気と同様、目をつけられやすい存在であることは間違いない。出所の、その式では書けなかった実態が語られるだろうか。小5で学校に放火、小6でバイク泥棒、中1で校長を殴る、ごまきの弟後藤勇気の告白、小5で学校に放火、小6でバイク泥棒、中1で校長を殴る、同線強盗で逮捕され服役していた元いいジャンプの勇気こと後藤勇気、かっこ26歳が、自らの過去、赤裸々に告白した書籍、残念ごまきの弟と呼ばれて、かっこ、ミリオン出版を出版し、話題になっている。そこには、父母の死、女性アイドルとの恋、犯行の手口と事件の真相、刑務所での壮絶ないじめ、そして姉、後藤真希の素顔などが生々しく綴られている。なぜ今、この本を出そうと思ったのか、今後、どのように生きていくつもりなのか、仮釈放中の後藤勇気を直撃した。どういう経緯で、自助での出版を決意したのでしょう。後藤勇気、かっこ、以下、勇気、懲役5年6ヶ月を言い渡されて刑務所に入り、昨年の10月に仮釈放となったんですが、今、マスコミを回されて、取材を受けてもいないのに、あることないこと書かれてしまった。これはもう、自分ですべて本当のことを書くしかないな、そして迷惑をかけた周囲の人たちやファンの皆さんに謝るしかないな、と思ったんです。と同時に、一部の出来事については、誤解を解いておきたいという思いもありました。確かに全て本当のことを書くという決意が伝わってくるような本の内容でした。書かなくてもいいんじゃないか、と思えるような過去の悪事についても、赤裸々に書いていますね。勇気、悪いことを正直に書かないと断言にならないし、いいことも信じてもらえないと思ったので、小5で学校に放火、小6でバイク泥棒、中1で校長を殴る、とんでもない落書きだったんですね。校長先生のどこを殴ったのでしょう。勇気、顔ですね。相手はおじいさんですか。勇気、おばあさんだったような気がします。かっこ笑い、おばあさんをノックアウトしたんですか。勇気、ゲームを奪われたので、スイカとなって殴ってしまいました。最低なことをしてしまったなと、今では反省しています。姉の牧さんが芸能界にデビューしてからも、勇気さんは常習的に万引きをしていたという記述に驚きました。勇気、地元の友達と悪いことをして、スリルを感じるのが楽しかったんです。当時は姉に迷惑がかかるかもしれないということに、全く頭が回りませんでした。やがて自分もいいジャンプとして芸能人になり、一旦は悪事を控えるようになったとありますが、熱中できる何かが欲しかったのでしょうか。勇気、というより、レッスンで忙しくなって、地元の友達と遊ぶ機会がなくなったから、悪事をする機会も自動的になくなったという感じですね。勇気さんは、暴走族などに所属していたんですか。勇気、いや、地元の江戸川区には暴走族が2つ3つあったけど、自分は入りませんでした。ただ、小学校で金髪に染めたりしていたので、学校ではかなり目立っていたかもしれません。腕っぷしは強かった。勇気、基本的には穏やかなんで、暴力はあまり好きじゃないです。でも校長先生を殴りましたよね。勇気、あの時は、急にゲームを奪われたから、基本、自分からは手を出さないですよ。あのアイドルとの恋、嫌いだった夏まで。本の中では、ある女性アイドルとの微笑ましくも切ない恋が書かれていますね。勇気、彼女との仲は本当のことだし、過去にマスコミで取り上げられたこともあるから、書いても大丈夫だろうと。それに彼女は、自分が初めて長く付き合った女性なんで、書いておきたいと思いました。いいジャンプの裏話も面白かったです。最大のヒット曲である、おっとっと夏まで、お、勇気さんが嫌いだったという話は笑いました。今でもあの曲は嫌いですか。勇気、今でも友達とカラオケに行くと、冗談で入れたりする奴がいるんですよ。そうやって仲間内でやっている分にはいいんですけど、そこに知らない人がいたりすると、相当気まずいですね。マジでやめてくれよ、と、スナックなどでリクエストされたら、勇気、相手が断れそうな人だったら断ります。ちなみに僕、芸能界を辞めた後に最初に働いたのが、カラオケボックスなんですよ。そこで普通に店員として働いていたんですが、そういうところにはだからみたいな客も大勢来るじゃないですか。で、部屋にドリンクを届けに行くと、勝手におっとっと夏まで、追い入れられていて、お前歌ってけよ、歌い終えるまで来たねえぞ、と絡まれたりすることもよくありました。そういう時には、勇気、基本的にはちょっと仕事中なんで話していましたが、どうしても断りきれない時には、歌っていました。けど僕、音痴だから、本当に歌うのが嫌いなんですよ。芸能界にいる時も、歌うのが一番嫌な仕事でした。そもそも歌に対しての興味が全くなかったんでかっこ笑い、ベースボールシャツみたいな衣装も嫌いだったと書いてありますね。勇気、あれは、ちょっとないな、という感じですねかっこ笑い。テレビや CD ジャケットの衣装は大抵、つんくさんが決めるんですけど、あの方自身の衣装も関西系のコテコテな個性があるじゃないですか。で、周りの関係者も大阪の方なので、つんくさんの意見にみんなが賛同していたけど、僕は嫌だった。その当時、WINDS とかのダンスユニットが私服っぽい衣装で踊っているのを見て、羨ましく思っていました。ソニンさんとの関係も、興味深く拝読しました。あんなに可愛い女性がいつも横にいて、本当に何もなかったんですか。勇気、例えばカップリングの踊りを自分たちで決めるときとかも、ソニンの輪が強くて、こっちの意見も全然聞かなくて、そういう小さい不満が積み重なっていたので、恋愛感情は全くなかったですね。いいジャンプはもともと3人いたんですけど、デビュー前に1人抜けて、で、ソニンは僕よりも4つ年上だから、私がしっかりしなくちゃっていう気持ちも強かっただろうし、そこまでの強さも重なって、こっち的にはもううんざりみたいな格好笑い。当時は僕も幼かったから、ソニンの苦労を分かってあげられなかったですね。それはこれらの不満が爆発して、やがて勇気さんは逃走、そして芸能界引退のきっかけとなるキャバクラ事件へと繋がるわけですね。その辺の詳細は書籍をご覧になっていただくとして、勇気さんは昔から、押さえつけられると反発しかなる性質なのでしょうか。勇気、かもしれません。ずっと自由がなくて、自由を求めた結果、マネージャーをぶっ飛ばしたりとか、そういうことになっちゃって。マネージャーは女性ですよね。勇気、そうです。なんというか、結構女性を殴っていますよね。今は大丈夫ですか。勇気、はい、大丈夫です。あの時のことは大変申し訳なく思っています。芸能界引退、そして再び役の道へ。さて、芸能界を引退後に、復
再び悪事を働くようになった勇気さん、その一部始終が本に書かれていますが、当時はやけくそだったんでしょうか、それとも地元のつながりで悪事をやめられなかった勇気、多分両方ですね。自分一人だったらやっていないと思うんですよ。でも高校でまた悪い友達が増えたりして、ずるずるとよくカツアゲをしていたという記述もありますが、具体的にはどのように。勇気、6人の仲間とつるんでいた時は2人ペアで3チームに分かれて、制限時間内にどのチームが一番稼げるかカツアゲの金額を競って遊んだりしていました。チームごとに違う場所へ行くんです。地元はまずいんで、同じ江戸川区でも小岩の方に行ったりして、でゲーセンで7から8人で溜まっている集団を見つけたら、まず1人を捕まえちゃうんです。目が合ったらの何だのと因縁をつけて、勇気、いや最初からお前ちょっと金出せよと言って表に出して、もう1人がお前らも来いって命令して、ゲーセンの外の駐車場とかに全員を連れ出します。途中で逃げる奴がいても仲間に警戒かけさせたりして、必ず現場に戻ってこさせました。収穫を少しでも増やすため、勇気、そうですね、集団を狙うのも一部に多くを稼ぐためでした。基本学生服を着ている集団を狙うんですが、それは学生だと帰り道に会う危険が少ないから、あとは自分たちも制服を着ているから、カツアゲの現場を通行人に見られても一緒に遊んでいるようにしか見えず怪しまれない、そういうこともしっかり計算していました。丸なしこいですね。それにしても2対8でカツアゲが成功するものですか。勇気、8人もいると中にはふざけんじゃねえと反発してくるやつもいるんですけど、そういう時のためにいつもローファーの中にナイフを隠し持っていました。ナイフを出すと全員おとなしくなって財布を出してくれます。なぜローファーに。勇気、おまわりさんに食出されても靴の中ってあんまり見られないと思ったんですよ。ちょっと大きめのローファーを履いていたので、靴の内側と靴下の隙間にすっぽり収まるんですよ。折りたたみ式のナイフが曲がる方なき不良ですね。でもその一方で、自分より価値の悪い不良もたくさんいて、お前勇気だろ、姉ちゃんのパンツ持ってこいと絡まれたり殴られたりしたという話は因果応報とはいえ少々気の毒に感じました。勇気、そういうのは頻繁にありましたね。そういう時は姉のことだけは本当にちょっと勘弁してくださいとひたすら謝って許してもらうしかなかったですね。舐められたくないという思いなどもあり、やがて勇気さんは次々と核を入れ始めるのですが、首の声を入れたのはいくつの時でしたっけ。勇気、20歳ですね。首は服で隠しようがないから、この時から書くのが決まった感じですね。不良の世界で行くとこまで行っちゃおうかなと。そして逮捕のきっかけともなる同線泥棒を本格化させていくわけですが、その犯行のエスカレートぶりは読んでいて恐ろしくなりました。勇気、やりすぎました。警察とも勝ち合ったことないし余裕かなと思っているうちに、どんどんエスカレートしてしまって一線を越えてしまいました。結局逮捕され、その後共犯仲間から恨みられてしまったそうですね。一部濡れ身を着せられたまま判決が下りてしまったと。勇気、はい。とはいえ被害者が出ていることですし、結局は自分が主犯であったことなので仕方がない。刑務所に入ってからそう割り切りましたね。今現在恨みった仲間を恨む気持ちは。勇気、ないですね。そもそも自分が同線泥棒の話を持ちかけなかったら彼らを巻き込むこともなかったわけですから、悪かったのは全部自分だと思っています。懲役生活は相当辛かったようですね。勇気、自業自得とはいえ地獄でした。詳細は本に書きましたが、いじめが特に辛かったです。意地悪な先輩とも24時間一緒にいなくちゃならない、これは相当答えました。その苦悩を誰かと分かち合えたら楽なんだけど、刑務所って大抵上ががっちり固まっているから文句を言いづらい環境なんですよ。基本は一人で我慢するしかない。気の合う者同士で誰かの悪口を言うのも怖い。こいつがチンコロかっこつげ口しちゃったらどうしようとか言っちゃう。でも最初の工場ではあまりにひどいいじめが横行していたから、最終的には仲間と結託してある計画を練って、そのいじめっ子を工場から追い出しました。あの話は読んでいてスカッとしました。勇気、下に対してひどいことをするとそうやって追い出されるのがオチなんですよ。だから自分が工場のリーダーになってからはいじめを厳禁にして、わきあいあいとしたムード作りに努め、平和になりつつあったんです。でもその後、自分が刑務所にいる間に妻や子供と連絡が取れなくなったり、母親が亡くなったり、姉が芸能活動を休止してしまったりという悲しい出来事が立て続けに起きて、死ぬほど落ち込みました。全て自分がいけないんだと、そしてあらゆる悪事を深く反省しました。そんな中、マキさんが何度も面会に来てくれたそうですね。どういう表情で来るのでしょう。勇気、いつも明るく笑っていましたね。僕を励ますためでしょうけど、よう、久しぶり、元気、みたいなテンションでした。僕が仮釈放になった当日も、姉は実家で鍋を作って待ってくれていました。あの時は本当、家族の絆、家族の温かさを感じましたね。と同時に、もう家族には絶対に迷惑をかけられないと、心の底から思いました。書籍のクライマックスのあたりに、でもこれからだという前向きな言葉が書かれていましたが、さて、これから何をするつもりでしょう。勇気、大きなことは決まっていません。でも刑務所にいた時に、たくたと行政書士の勉強をずっとやっていて、勉強の面白さに目覚めたので、まずは今後、それらの資格に挑戦してみたいですね。芸能界復帰は、勇気、本当の表舞台には、もう立てないと思います。首の太刀を後悔していますか。勇気、これは消します。留置所にいる時に、母親と約束したんで、首だけは消してくれ。うん、わかった。と、V シネマの俳優などはどうでしょう。クールな悪役とか。勇気、興味深いですけど、演技とか全然やったことないんですよ。かっこ笑い。地下格闘技への参戦は、勇気、格闘技は好きなので、やれたらいいなとは思いますね。実は、これについては家族も賛成してくれているんですよ。でも自分、悔しがりなんで、やるからには絶対に負けたくない。出てもいいなと思えるレベルになるまで、ジムでみっちり鍛えたいですね。本を出した今の気持ちは、勇気、今までは自分が本に出るといえば、ゴシップみたいな形で出ることばかりだったんですけど、こうして初めて自ら本を出すってことに関しては、実感がないっていう気持ちと同時に、嬉しさもありますね。世間の多くの方は噂でしか僕を知らなかったと思うので、一人でも多くの方に本を読んでいただいて、自分という人間を知ってもらえたら嬉しいな、と思います。悪事を書いて金儲けするな、と叩かれる可能性もありますが、勇気、Twitter とかでは発売前からひどいこと書かれたりしていますけど、何も反応がないよりはいいかなと思いますし、そういう批判的な方々にこそ、この本を読んでいただきたいですね。昔の自分は確かによくでもない不良だったけど、今は心を入れ替えてやり直そうとしている。そのことを知ってもらえたら嬉しいです。ちなみに今回の出版について、マキさんはどのような反応を。勇気、出版前に相談したら、最初は反対していました。でも自分の今の状況をいろいろ話したら、結局は自分の人生なんで、自分で決めた通りにすればいいということで OK してくれました。マキさんはお元気ですか。勇気、元気ですよ。ご安心ください。姉のファンの方にも、この場を借りてお詫びしたいと思います。どうもすいませんでした。かっこ取材文イコール岡林啓太。黒丸元勇気、1986年東京都生まれ、00年、EE ジャンプのラップ担当としてデビュー。15歳だった00年にキャバクラに出入りしていたことが明らかになり、EE ジャンプを脱退。そのまま芸能界を引退した。08年、同線窃盗や強盗などの罪で5年6ヶ月の実刑判決を受け収監。12年に仮釈放されていた。姉は元モーニング娘。のことを巻き。芸能推し枠も決め、蔓延する刑務所のいい事名をごまきの弟後藤勇気が語る。蔓延する刑務所のいい事名をごまきの弟後藤勇気が語る。当たり前、快適な場所なのに犯罪者になってしまうやんばか。なんで番号で呼ばれるか分かってないんだな。独居は自業自得だろ。他人のせいにばかりしてるから構成できないんだよ。W、毎日くずくずって言われるって、まるで俺の職場じゃねえか。けどそれって凶悪な犯罪気質者、かっこいじめる側にとっては天国じゃんか。意味なくね、言葉の暴力より、ぶっかけご飯の方が耐えるわ。うるせえ犯罪者。で、何か問題があるのですか。可愛い顔してすごい入れ墨だな W。刑務所はもっともっと過酷な環境にしないと反省しないだろ。むしろ快適にしてどうすんだ W。ちょっと考えればこんなことが横行してたら秩序が保てないから、取り締まられるって普通に気がつくよね。クズだからクズらしく扱えばいい。飯なんか3日に1度でいい。堀江の初ライフを満喫してたようだな。有名人は独房じゃないのか。戻りたくなるような刑務所じゃダメだろ。いじめだろうが犯罪を犯した人間が辛い目に遭うのは当然のことなんだから黙っとけ。何か反省してなさそうだし、また再犯しそうだなこいつ。嘘くせえ話だな。何度も犯罪を犯して刑務所に戻るやつとかいるじゃない。そういう奴らにとっては快適なんだろうな。冤罪ならともかく入らないようにすればいいだろう。結局は自伝の宣伝ですやん。知り合いの知り合いに服役した奴がいたな。不自由だった以外は特に嫌がらせとかはなかったと言ってたそうな。
全く同情する気になれないんだな W。みんな北海道に流しちゃえばいいのに、たまに刑務所戻りたくて犯罪を犯すやついるよな。お塩のあるは改革済みだよ。どうせの痛め物とか食わされないだけありがたく思えよ。いやいや、労働が過酷とか環境が辛いならわかるな。受刑者同士のいじめはダメだろ。逆寝てる方にストレス発散させてどうすんだよ。ぶっかけ飯はうまい。お塩やホリエモンくらい有名人は独房が普通なんだけど、独居の代わりに介護で塩の世話させられたりしてる。ごまきの弟くらいじゃ独房にはならんわな。半グレが首まで入れずに入れてたら役目られるわ W。精神飯とまんじるの定食なんて最高やんか。本の宣伝じゃんか。ただの自業自得。話半分に聞くべきだね。そういった武勇伝。おまかんきしましたってのを話してるだけかもしれないし。まあ、クズが集まってるんだから、いじめも当然発生するわな。マックインも縛ってたな。刑務所楽しいと言ったホリエモンとのさ、あいつがいかに特別待遇だったかな。よくわかる記事。実際お前は使えないクズだったじゃないか。大津のいじめとかに比べる余裕だろ W。お塩とかヘタレすぎるな W。刑務所で先輩は絶対と言っても身長190センチ以上でごつかったら誰も文句言えんだろ W。刑務官は弁護士同士で告発すればあっという間に社会的抹消させられるんじゃ。今後のために役目でた刑務官告発しろよ。なんだ、あれだ、姫男爵ってやつだ。刑務所って構成させるための施設だろ。お塩先生は拘置所でも罵声浴びてたとか言われてたからね。それ刑務所ではもっとひどいことに。刑務官もバカじゃないから出所したら狙われるようなことしねえって W。いじめしてるアホな一人の刑務官が大多数みたいな書き方してるだけだろ W。一位さえ変わられたガソリンとは最悪の関係だったらしい。クビになってから一度も連絡すら取らないとよ。俺はって W。見つかれば懲罰だと思うけどね。多分放っておいて自主的に管理させていると W。刑務所が快適なら犯罪を犯しても安心じゃねえか。山岡くんあと6年だね。刑務所内での処世術を知ってるって意味では十分先輩だろ。こいつらいじめより悪いことして刑務所に入ってるんだから、そんなところまでいちいち構ってやる必要もないんだね。警察学校でもいじめくらいやるし、水泳訓練で泳げないやつは水面から顔出すと教官から頭切られてる W。ましてや刑務所は当たり前だ W。5回も6回も入っている清水坊やし、坊入りたがるだけのお楽しみがあるんだろうな。石本は拘置所でも一目置かれてるみたいね。みんな石本の話は静かに聞いてるらしい。刑務所にもいろいろ種類があって、初犯とか類犯じゃないやつはここの刑務所とか類犯とか役座も箱とか決まってる。それでも犯罪するんだから救いようがない。性犯罪者や親殺し、老後殺しは監視が見て見ぬふりをするそうだ。窃盗狙いじゃなくてでも何なのに花なんだろう。それでも東南アジアあたりの刑務所よりは環境良さそうだ。次はハロプロのマクロホン頼む。初めは障害と重過まで沖縄刑務所だったんだけど、2ヶ月目くらいに中で揉めたら1ヶ月独居で運刑にいそうなった。後で知ったけど日本で一番楽なのは沖縄刑務所らしいね。なぜか運動の時間が長かったし消灯が長い。マジレスすると配膳の時に事故ってる糸間なんかない。あと野郎ならわかるだろうけど、ただでさえ臭い精子をむしゃりとはいえ、それ石本はイベックスオーディションの審査員になるはずだったやつで、六本木バット撲殺事件が起きてイベックスとの関係も報道されちゃったからな。あとは石本は刑務所内で尊敬されてたとかの作り話を芸能ニュースに流すくらいしかあるまい W。 石本のやってた振込詐欺の手法でも受刑者が退庁しての金 W。 全く同じパターンだ W。 有名人は独居房に入れられる。だからいじめなんて発生しにくい。ゆうきくんやおしおくんが刑務所じゃなくて刑務所とはあまり変わらないと言っていた人がいる。旧の施設には徒寮で両者として生活したら犬はしてくれたんじゃ。有名人だし親族もいるから刑務所はエロ本も OK だし体調管理もできるし良いこと人組だろ。ホリエモンの本見たらお年寄り受刑者の解除してて顔の前で放棄されたことが書いてあった。でもお給料でお花買っても飲んでたりして前向きな人なんだなぁと思った。犯罪者にはお似合いじゃん。お塩は保身のために女を見殺しにした数だからもっと悲惨な目にやってるだろ。有名人でも田代とかはこんなにいじめられてないんじゃないの。精子かけご飯とか先輩が精子出すまでずっと待ってんの W。 ウォッシュレットはないけれど北欧の刑務所はそんな感じだろ。公共スペースの憩いの間でネットもできるしご飯は出前も OK。 しかも夏休みは家族の時間に帰れる。ただしこの手のリゾートホテルみたいな刑務所は軽い犯罪や殺人なんかでも初犯で極悪度の低い犯罪者が行くところだから、ノルウェーのグレイ、陸地獄みたいな真面目で堅みの青少年も100人近く殺害した場合はこきたない刑務所に行くな。アメリカなどで理不尽な服役していた富裕層向け刑務所もリゾートホテルみたいなところで美しい庭園を散歩したり優雅に絵を描いたりして過ごせる。お薬系は独房じゃないの。そんな気に入らないことをする相手はぶちのめせばいいんじゃないの。なんで刑務所では相手をぶちのめすことをしないんだろう。刑務所になんか入りたくないって気持ちがブレーキになるような場所じゃないといけないだろう。何をおかずにしてご飯に射精したんだろう。刑務所内で気に入らない相手や嫌なことをする相手を次々とぶちのめしていったらどうなるんだろうか。これで京都かになるんじゃないの。俺なんか柔道2級空手に旦那から結構いけそうだな。不倫し人殺しで沖縄からのインタビューとか食わせてもらえるだけありがたいと思うよ。話持ってると思う。自分を大きく見せかけるために話膨らませてるよ。俺はこんな大変なところから出てきたんぜ。すごいだろうみたいな。明日の上でも少年刑務所でひどい暴行を受けてたけど昔から当たり前にあるのかね。刑務所の思い出を得意げに語ってるような構成はまだまだだな。住み返っとけ。お前も十分かすだぞ。手のダブル空手に堪能俺なら次々ぶちのめしていって刑務所内の対象になるのにな。飯炊きは毎日風呂に入れるからヌルヌルされてるのにな。とろろご飯刑務所にも監視カメラが必要だな。ごまきの弟は相当やられただろう。まあそれは芸能界でも同じだったと思うんだダブル。女性を食い物にして見殺しにした。お仕事はこれじゃ済まない。受刑者にそういう正義感ってあるの。たまにこういう話聞くけど、嘘くさいよ W。 せこい犯罪の方が馬鹿にされていじめられそう。犯罪やってぶち込まれてるのに、健康的で文化的な生活を送れるとでも思ってたのか。このガキは W。 まあ、精神飯や暴力はどうかと思うが、そもそもこいつ自身がクズなんで、全く同情できないからな。まともに暮らしてる多くの人は、そんな環境でお世話になること自体ないわけで。白子ご飯とか贅沢だな。